まあ、配列でのリファレンスを返すという想定です。でこの書き方ですね、ここにブレースがあるかないかでかなり意味が違うんで注意してください。で実際ブレースがある場合ですね、はこうなります。これはまずこの中が配列で、配列の添え字ですね、 A という配列の添え字に対する要素が指しているものです。でこちらの右の方はこう解釈されるんですね。なんでまず A が指している配列、あ、A がデリファ、A でデリファレンスして配列になって、そこから添え字付けしてここになります。で次はこの右矢印を使ってデリファレンスができます。これはこういう書き方をすると、先ほどのこれと同じ意味に至るという約束になっています。で、こちら、今度はハッシュですね。ハッシュの場合も、このブレースを書くとハッシュを表します。でこうやってこう丸括弧で値を囲むと、これ関数呼び出しになります。でこれを使って多次元配列ですね、パルにはもともと多次元配列がないんですけど、それを実装することが可能です。でまたこの矢印ですね、この両側がこういうものだった場合にはこれを省略できるって約束があるんです。なんでこれはですね、こういうふうに書くことができます。でここで、まあ、こういうふうに書けば、あたかも多次元配列があるように使えます。なんですけど、実際にはこの間にこう矢印がこうなっているわけです。で、あと似てるんですけど、こういう書き方があります。これとこれの違いですね。次のページなんですけど、こうな、最初に矢印がないと、こう解釈されます。なんで、最初に配列があって、その要素が指して、また配列を指していて、その要素。でこれですと、最初この A は単なるリファレンスなんですよ。なんでまず A から1回配列が得られて、そこからまた配列が得られるようになります。ちょっとこの矢印あるとなると一応結構意味が違うので注意してください。で次は無名配列と、それでこれバルではもともと配列の大きさを宣言する必要はありませんよね。要するに値を要素に入れれば自動的に作られちゃいます。それと同じようにですね、こういうことをこういう配列もいきなりこう値を入れると、値を入れるとですね、例えばこれ、A っていう配列、A っていう配列が宣言だけしてあって、実態がないと。そこでいきなりこれを代入すると、こういうふうになります。3分です。ちょっと、52ページあって、ね、36ページあって、ですね、不明配列と不明配置という話をします。でこちらの結構大切な話で、まず配列のリファレンスを欲しい場合にはですね、先ほど配列のリファレンスを受け取る関数を書いてみましたよね。で、あれを呼び出したりする場合には、まあ、ここに値で配列を作って、そいつのリファレンスを取って呼び出します。でもこれだといちいちわざわざこういう配列を作んなきゃめんどくさいねってことで、その無名配列というものをパールはサポートしています。でブラケットの中に要素を囲んでおくと、自動的にその配列、名前を持たない配列が作られて、それへのリファレンスが返されます。つまり、先ほどのこう、そうですね、こんな感じですね。こうすると、この5要素の配列が作られて、それへのリファレンスがここに入ります。こんな感じです。なんで、先ほどのコードはこう書くことができるわけです。このブラケットでこう囲んであるのはそういう意味です。で、これリストの、これと、これが、ちょっと紛らわしいので、気をつけてほしいです。気をつけましょうですね、はい、であと同様にハッシュに関しても同じことができます。ハッシュの場合はこうブレースを使うんですね。でこんな感じです。これは1、2、3っていう3つのキーを持つハッシュが作られて、それぞれまあ1、2、3という値になって、そのリファレンスが返されます。なんと先ほど残り3分だったところが9分になりました。伸びましたじゃあ頑張って説明して、すいませんです。でですね、今こういうこれですね、これっていうのって皆さんも結構知ってらっしゃいますか？結構出てきますよね。 で初めてのパール一覧見るとですね、121ページに一応説明があります。これ太い矢印とかっていうんですけど、これは非常に多用されます。基本的にはこれ単なるカンマと同じ意味なんです。なんだけれど、この左この矢印の左側にですね、英数字と下線ですね、いわゆる変数の名前みたいな文字列を置く場合に限ってクオートを省くことができるんです。
で先ほどの例項ですね、それ本当はこれはあの従来の書き方カムですからこう書かなきゃいけないんです。これですね、超なくですね。でこの書き方の方がやっぱりこのキー値って対応しているように見えますよね。なのでまあ同じ意味なんですが、普通はこちらの書き方を見します。でまああとはキーを組もうとしないんで、まあ、タイプスクラップで全てもあります。パル的な心配で次はあのこの今説明した無名配列と無名ハッシュを組み合わせるという話です。これあのこういったものをあすいません間違って立ち回ったらすごいそうですね。ですこれあですね、はい、すいません。あのこの無名配列とか無名ハッシュっていうのはこう、まあ、自由に組み合わせて複雑なデータ構造を作ることができます。であのいわゆる C 風の構造体ですねとかいわゆるオブジェクトですねあのパーでいうところですねを作るのにこのハッシュを使うのが、まあ、定石という定石ですね。こちらの、まあ、この一番外側に、まあブレースがあっていわゆる無名ハッシュなわけです。で名前、ネーム、UID、GID、エンブっていう、まあ、4つのキーがありまして、それぞれ値があるんですね。でこの GID の値は先ほど言いましたの無名の、配列です。なんで通常この GID が指すの値は配列へのリファレンスが入ってます。で次のこのエンブですね、このエンブっていうのはこうなんで、これはあのまた無名のハッシュが作られてそれへのリファレンスが入ります。でまあこのこれはあのなんかユニックスとかのユーザー情報みたいな想定なんですけど、このエンブっていうのは環境因素であって、フォームがこれはあの実際実行してるものを取ってきたり、ターミナルと VT100 になります。で次はデータダンパーモジュールですね。で今あのこういったリファレンスで複雑なデータ構造を作れるのはいいんだけど、表示するにはどうしたらいいでしょうかって話があります。単にプリントするとこんなふうに表示されるわけですね。これちょっとあまりにも悲しいと。でそのために今データダンパーというモジュールがあります。あのこちらの方にも出てます。でこれあの先ほどのデータをですねこいつを使って表示すると、まあこんな感じに、あちゃんとその何ていうんですか、こうちゃんとこうきれいに階層になってるなって分かるように表示してくれます。言ってます。あそうです、28ページそうですね、はい。でこれないともちょっと死んじゃいますね。これちょっと困るんで死んじゃう。いや多分これやってなんか大変ですね。多分自分でやろうとするんで、ね、はい、なんで粘っこいような気がするんですね。で次は無名サブルーチン、いわゆるコードレフトとかリモートクロージャーです。これはクロージャーっていうのがちょっと欲変に返ってしまったんでですね、ここはちょっと説明させていただきます。先ほどちょっと頑張って資料作ってました。でまず無名サブルーチンですね、先ほどのそのハッシュアレイと同様にやっぱ名前がない、サブルーチンっていうのを書けます。これはあのライブラリにあのコールバック関数を渡したりしますので、そういった時に今非常に便利なわけです。でこれはやっぱりいちいち名前考えてるのがかっこいいなってことで無名のサブルーチンを書けます。でこの書き方なんですけど、普通のサブルーチンの書き方の中でこのサブの後ろ の, あのサブルーチン名ですね、これを省略したように書けばいいんです。でこれであのこうすると無名のサブルーチンが生成されて、そのリファレンスが返されます。でこれちょっと例なんですけど、あのちょっと1行書いちゃってるんですけど、これは要するに引数1個受け取ってハロー何々さんと表示するっていうサブルーチンを作って、そのリファレンスを返してくれます。でこの無名サブルーチンの呼び出すには、あの先ほど言いましたようにこれですね、こういう書き方をします。で実を言うとサブルーチンに関してもこう矢印が書けて、こうですね、こう F 矢印でカッコで囲って引数で、この書き方の方がまあ好まれますですね。ちょっとこっちよりこっちの方がなんか分かりやすいっていう感じで好まれます。で次はいよいよ一応クロージャーというのが来ました。でこのクロージャーっていうのはですね、無名のサブルーチンを生成するときに、その時点で見えていた歴史から変数ですね、あの倍変数、倍で線引いた変数です。その実態も一緒に閉じ込められるんですね。でこれのことをクロージャーと言います。でここでこの変数の値じゃなくて実態を閉じ込められるっていうのがミソで、数こうですね。でちょっと例をいくつか2つ用意しました。で1つこれはのアダーっていう関数で、
指定した数を加算して返すっていう関数を返る、あ、関数 L をそのリファレンスを返す関数です。で、これがその本体なんですね。で、でまずあのこれ、そうですね、外側にアダーって関数があります。で、こいつは、引数を1個受け取ります。で、その引数はインクリメントというこの倍変数ですね、に代入します。で、この関数はリターンでまあ値を返してます。で、ここでこの無名関数を作って返してます。で、この内側の関数はやはり一つ引数を受け取ります。それはその x っていう変数に入ります。で、それでその受け取った引数 x に先ほどの外側で渡されたインクリメントの値を足して返すんです。これはあのこの関数このアダーからこのサブっていうものが返せるときにこのインクリメントの値をインクリメントって変数の実態ですね入ってる箱を一緒に封じ込めたものを返してくれるんです。で実際どうなるかというとここであの2回アドっていうのを呼んでます。で最初は、1を渡してます。そうするとこれインクリメントが1なんで1を加算する回数が関数へのリファレンスが返ります。すいませんこれちょっと絵のリファレンスっていうのはめんどくさいんでちょっと省いちゃってますけどみんなそうだと思ってください。で次に今度 add20 っていう変数ですねには20を加算する関数を作ってそれを返します。で今度はそれぞれの関数を呼んでみます。でこれ add1 を呼んで引数10を渡すと11が返る。ですいません申し訳ない。で add20 っていう関数に10という引数を渡すと30が返る。でこれ要するにこの時とこの時ですね。でその別のそれぞれ別のインクリメントの実態が作られるわけです。要するにこれ共有しないわけです。あのちょっと呼び出す時に作られた引数がそのままこうくっつけられて返されるんですね。でだから最初1が渡された時には1が入っているインクリメントって箱がついた関数のリファレンスです。いわゆるクローザーが返されると。で2度目は20がインクリメントに入ってその20が入った箱がくっつけられた、クローザーが返される。なんでずっとあとはそれが残ってるんで呼び出すたびにちゃんとこっちは1が加算されてこっちは20が加算されてっていうふうになります。でもうちょっとでこれ次これ最後ですね。でこれでですね今度は同じようなクロージャーで今度メイクカウンターで今度カウンターを数をカウントする関数を作って返す関数です。これはあのさっきと似てるんですけど引数、メイクカウンターって関数は引数を1個受け取ります。でこの引数はがあの毎引数なんでクロージャーに閉じ込められます。でこの返す関数は簡単でこれはあの要するにカウンターを1増やしてその値を返してますよね。でここであの2つカウンター作ってます。で最初に渡す値が初期値になるんでこの風っていう方は初期値が0のカウンターで次のバーっていう方が初期値が100のカウンターになります。それを作るとやっぱりこのカウンターっていうあのクロージャーにくっつく実態っていうのは別なんでこうちゃんとカウントしても独立にカウントしてくれるんですね。風は1から順番にあごめんなさいちょっとネタ見えちゃったです風は1から順落ちが見えちゃったんですよね。風は1から順番にこう1ですね。で次に3とやります。で間バーを読むとバーは101、102でやります。でこのクロージャーが実は別でこのカウンターって変数は別の実態として取られてるんで、まあ、こうなんかこの数がこう干渉しないんですよ。でこれは一応クロージャーなんですよ。で一応あのこれあの予告したクロージャーまでお話ができました。で最後オチなんですけど最後また良い頃を約束ということでですねスクリプトの冒頭には必ずユーズスリフトとユーズオーニングを書きましょうということでもうちょっと時間ずいぶん増しちゃって申し訳ございません。で一応これであはいあ先生こちらちょっと割愛でくってここまではいはいということでありがとうございましたということで